いや、やるしかないでしょスネークイーター。スネークイーター、オペレーションスネークイーター。ネイキッドスネーク？ちょ、ごめん。読まない方がいいかな、これ。いや、でもここに書いてあるの読んでもいいか。え、ちょ、中で知りたい、この。ゲーム内で知りたい。これ見たことあるな。で、これあれだもん。メタルギア2やると見るからね。そういえばこんなんだったね。え、どんぐらいいろいろ進化してんだろう。進化してんのかな、ギミックとか。言うて同じハードだから。ロードゲームを押したらこれ MG2 が出てくるよ。あれ？なかった？あれか、あっち選ばなきゃか。 MG2 やってもいいんだけど、またフォックスハウンド部隊。なんですかこれは。メタルギアソリッドシリーズは初めてだ。1が好きだ、2が好きだ、3が好きだはないでしょ。え、何の違いだろう？操作の違い？いや、2好きだな。これ多分どれ選んでも同じだろうな。2。なんでだろう、これ。まあ、ノーマルで。ずっとノーマルだから、全部。全部ノーマル選んできたから。え、第二次世界大助戦か終る。結後、世界は東西に二分された。冷戦と呼ばれる時代の幕開けである。スネークだよ。オープニングのなんかムービーが干ずれてるみたいな聞いたんだけど、音楽と映像が。やべ、暗くて見えん。めっちゃ真っ昼間に。パキスタン上空、高度3万フィート。まもなくソ連領空に近づきます。降下20分前。機内減圧開始。誰だ。装備チェック。アームメインパラシュート。よし、準備はいいか。高気圧依然として目標地域に停滞中。キャブ OK。 いいぞ、視界は良好だ。1964年だから、今まで知ってるキャラは。いや、雨気を消せ。酸素ホースを機体のコネクターに接続。マスク装着せよ。男、素人か。リリースポイントに接近中。降下10分前。おい、聞こえたか。雨巻を消してマスクを装着しろ。こんな中でポリステス。ライデンっぽいな。機内の減圧完了。酸素供給状態確認。降下6分前。後部ハッチ開きます。
イナス46度。降下2分前。スタンドアップ。時速130マイルで落下する。風速冷却での損傷に注意しろ。降下1分前。後部に移動せよ。ヘイローアウトボトル稼働。これが記録に残る世界初のヘイロー降下に。降下10秒前。スタンバイ。すべて正常。オールグリーン。降下準備。カウント5、4、3、2、1。鳥になってこい。高温を見込む。ジャック、よく聞いてくれ。ついに CIA 長官からバーチャスミッションの許可が出た。バーチャルミッション？我々フォックス部隊の存在意義をかけたバーチャスミッションだ。これが成功すれば正式に部隊として編成される。定式なミッション？フォックスハウンドですよね。忠誠を誓う儀式みたいなもんだな。気を抜くんじゃない。あくまでも実践だ。分かってる。で、その記念すべきミッションの内容は？約2年前、ソ連のある科学者が西側への亡命を申し出た。我々のモールを通じてな。ニコライ・ステパノビッチ・ソコロフ。ソ連の兵器開発を担当する秘密設計局の一つ、OKB754 の局長であり、この人一番最初のメタルギア東側の兵器開発における第一人者だ。ソコロフというと、あのロケット開発で有名な。なんかそんな人いたよ。そのソコロフだ。なんちゃら博士とかも覚えてないよ。誰も。4月12日、ソ連は人類初の有人宇宙飛行に成功した。地球は青かっただが神はいなかった。何この世界線。そのガガーリン少佐を宇宙へ送り届けたのが A1 ロケット、通称ボストークロケットだ。ソコロフはそこで使用されたマルチエンジンクラスターの完成に最も功績のあった人物とされている。有人宇宙飛行の成功後、ソコロフはロケット開発を離れ、新設された秘密設計局の局長へ就任した。一技師が設計局の局長に。大した出世じゃないか。なぜ亡命を？自分が設計開発したものが恐ろしくなったらしい。恐ろしくなった？両親の呵責というやつだ。そのために国も家族も捨て、オーバーザフェンスを。いや、家族も西側で保護するというのが彼の出した条件だった。我々はモールを使って家族を先に脱出させ、間を置かずソコロフ本人にもベルリンの壁を越えさせることに成功した。その亡命作戦の指揮を取ったのがこの私だ。まだ東側の警備が薄かった頃だ。それでソコロフの身柄は保護したが、体力の消耗が著しく、西ベルリンの病院に入院させた。ソ連の設計局から600マイル以上2週間かかってベルリンまでたどり着いたらしい。まともに口が聞けるような状態ではなかった。そのわずか1週間後だ、あの一大事件が起こったのは。キューバ危機か。1962年10月16日、キューバにソ連の中距離弾道弾が配備されて、今までで一番どうでもいいオープニングだな。届けられた。大統領はソ連へミサイルの解体撤去を要求し、ちっちゃいの同時に新たなミサイルの搬入を進めるため海上封鎖を実行すると宣言した。だがソ連はそれには応じず、第二戦備体制を指令、ミサイルを積んだソ連輸送船団も依然キューバを目指し続けた。歴史の授業を受けてるみたい。米ソ両国は全面核戦争への臨戦体制に突入。一触即発の睨み合いの中、国連緊急安保理事会や非公式の接触を、めっちゃケネディ出てくるじゃん。交渉が行われた。そしてついに10月28日、本当の映像、ソ連はキューバからのミサイル撤去に同意。世界は全面核戦争の危機を脱した。だがソ連がミサイルを引き上げた裏にはある取引があった。もう話聞いてなかったし、全然。アメリカもトルコから IRBM を撤去するという話か。いや、トルコに配備されていたジュピター型 IRBM は旧式で、いずれにせよ撤去される予定だった。なんとなくどうでもいいような。にとって戦略的な意味合い。背景でしょ、これ。歴史的背景の説明でしょ。
まあ、業界の同業者たちへ流したバーストーリーだったんだよ。では本当の条件とは？ソコロフだ。西側に亡命したソコロフの変装だ。ソ連のキューバ撤退はソコロフ一人を手に入れることと引き換えだった。そうだ。彼は一体何を設計していたんだ？これがまさか。その時我々には何もわからなかった。まさか初代？タイムリミットは迫っていた。ソコロフという一人の博士か。初代メタルギア。選択の余地はなかった。ケネディ大統領はフルシチョフの要求を飲んだ。翌日、私はソコロフを病院から出し、東側の局員に引き渡した。ソコロフは助けてくれと叫び続けていた。見えなくなるまで。そして1ヶ月前、我々のモールから再び情報が入った。ソコロフについてか、うん、ソコロフは設計局へ連れ戻され、KGB の監視下で例の兵器の開発を続けさせられているらしい。しかもそれは完成直前ということだ。で、その兵器とは宇宙ロケットに関係するものか？いや、ミサイルの方だ。どちらも同じ技術だ。そうだな。とにかく詳細はわからんが、特殊な核兵器の一種らしい。この半年、ソ連のセミパラチンスクで頻繁に核実験が繰り返されている。この兵器に関係すると？フルシチョフがキューバからの撤退を受けてまで取り返したかった極秘兵器だ。その設計局に今もソコロフがいる？いや、情報によるとその西3マイルにあるツェリノヤルスク、処女地のある絶壁という山の中で。処女地のある絶壁、ツェリノヤルスク、ミッションにふさわしいな。最近そこに移されたらしい。どうして？兵器の野外実験演習らしい。だが奪還には好都合だ。もし設計局内であったなら今回の任務は立案されなかったろう。あ、ソコロフの最後のチャンスだ。ソコロフもそれで連絡を取ってきたに違いない。今回のミッションはソコロフの脱却。これスネーク？これ誰？誰なんだ一体？いや、MGS3 に関してはマジで全く、何これ？ソ連国内の山中ツェリノヤルスクに単独潜入。ソコロフの安全を確保、西側へ奪還することだ。ソコロフを確保、西側へ奪還。今回マジでネタバレしないと。前にソコロフを奪還しなければ大変なことになる、はい、残された時間はわずかだ。こんなめっちゃバレそうじゃない。救助確認後、リカバリーポイントで待て。こっちの方が回収用気球をポイントに投下する。こっちの方がヘリウムが噴出して気球を膨らませる。その間20分、その後ガンシップのアームで引っ掛けて釣り上げる。やっぱり話聞いてなかった。フルトン回収システムだ。理論は聞いたことがある。あ、スネークだ。安心しろ、実績もあるシステムだ。ソコロフは耐えられるのか？衝撃はパラシュート降下時より少ない。アームの強度も500ポンドまでは大丈夫だ。つまりコンバットタロン一機で国境を越えてくるつもりか？本機は6連装20ミリバルカンカノンを2門と40ミリ機関砲を2門装備している。戦車隊に追撃されても蹴散らしてもらえそうだ。予備タンクの燃料を考えてもタイムリミットは4時間。4時間？延長は数時間で終わるミッションだ。夕食には帰れそうだな。もしスムーズに運ばなければ。夕食だけではなく朝食も。今後の食事はジャングルで取ることになる。このパラシュート、あれなんか置いてきちゃった。わあ、その着地は
ラララララ、くぅ貯めるね、マイケル・ジャクソンぐらい貯めるじゃん。スーパーボールのハーフタイプのマイケル・ジャクソンぐらい貯めるじゃん。なんか置いてきちゃったな、あれいいのかな、置いてきちゃって何置いてきちゃった。え？あ、嘘！なんでそこで映像切れんだよ、もう最悪最悪、一番かっこいいところでジャック？これがジャック？え、カメラ動かせる？え、カメラ動かせる？進化してんな。え、やっぱそうだよね。スネークじゃなくてさ、ライデンに似てるかな？っていうかあれか？リキッドか？でもこれが髪型とか整えたらあれなんかな？あのスネークに似てるんかな？どうなんだろう、リキッドとさスネーク全然似てないよね。へえ、やべ、なんか今重要なシーン見逃したかな。え、待たせたな言ったかな今。ちょっと待って、これ YouTube で見てきていいか。 YouTube で見てる。え、なんか見逃したような気がしなくもない。え、なにどうした？聞こえるか？8号だ。そこはすでに敵地内だ。傍受される危険性がある。今後はお互いコードネームで呼び合うこととする。え、フルって君の本ミッションでのコードネームはネイキッドスネーク。ネイキッドスネーク以降はスネークと呼ぶ。本名は口にするな。スネーク？ヘビは嫌いか？嫌い？どういう意味だ？食べたことはあるな？サバイバル訓練では。それはよかった。レストランで注文するほど好きではないが。そうも言っていられないかもな。ゼロ少佐、そっちはゼロ少佐。そうだな、もう呼んじゃったよ。私はトムだ。トム少佐と呼んでくれ。それとスネーク。なんだ？もうシップクルーの目はない。変装を解いてもいいぞ。そうだな、こいつはどうもしっくりこない。え、ヘビは脱皮するものだ。ん？かあ、マジで？あ、そうなんだ。そっちなんだ。やっぱスネークそっくりなんだ。え、てかネタバレなんかな、知ってんの俺。ネイキッドスネークの正体知ってんの、ネタバレかな。前提知識かな。こいつビッグボスじゃないの？だってトム少佐、オリジナルのスネークでしょ。こちらスネーク、待たせたな。出た。今回のミッションはスニーキングミッションだ。敵に見つかってはならない。潜入の形跡も悟られてはいけない。わかるか？それが隠密部隊フォックスの特殊任務だ。つまり武器も装備も現地調達、食料もだ。まさに丸裸ネイキッドの状態だ。なるほど、蛇は嫌いかと聞いた意味がわかった。俺の名前をスネークにしたのは皮肉のつもりか？いや、それにはちゃんと理由がある。しかるべき時に教えてやろう。なんだ。ああ、分かった。それでさっきの話だが、食料はどうやって調達すればいい？ナイフと麻酔銃を用意した。それでキャプチャーしてくれ。他に治療用の備品もバックパックに入れてある。バックパックか。降下した時木に持っていかれてしまった。うん。ではまずバックパックを回収しろ。場所は分かるか？大丈夫だ、ここから見える。木の枝に引っかかってるな。
木に登るにはツタの絡まった木の前でアクションボタンを押せばいい。登れんのマジで。私は君をずっと無線機でモニターしている。領空侵犯はできないが機内にいる。周波数は 140.85 だ。こちらから連絡がある場合はコールする。お願いします。そちらから話があるときは先導してくれ。さあスネーク、バックパックを回収しろ。はい、長えな。バックパック回収しろでそんな長いことある？あれってかさ、オープニングのムービー見てんだけどさ、あれこのムービーだとさ、最初からスネークが顔出してんだけど、あのなんか変装ないんだけど、何これ、何の違い、どういうこと。お、違う、いつもと。ちょ、わかんない。え、なんでわしのだとあの黄色いスネークだったんだろう。黄色じゃねえ、金髪のスネークだったんだ。うわ、きたー、マジで。オプションいける。え、カメラモードとか。へえ、3人称とノーマル、キャプションオン、ムービー全部メイド。いや、あ、いや、間違えた。あ、ねえ、それやめてよ。セーブしてないって。タイトル画面戻っちゃったって。ねえ、しかもロゴがもう、あれなんか紫になった。今までずっとなんかあの前の色だったのに。ちょっとないよね、だってオートセーブじゃねえもんな、そんな時代じゃねえわ。あ、ん、これ何、これブリーフィング。ジャック、よく聞いてくれ。ついに CIA 長官から。え、ちょっと待って待って、何これ、ブリーフィングファイル。待って待って、ちょっと待って、いろいろ忙しい。なんか何これ、ああゲーム内でもうすでに流れたって。てか変に調べるの嫌なんだよな。変に調べるとさ、なんか出てくるからな、ネタバレが。第二次世界大戦終結後、世界は東西に二分された。あれ、これ飛ばせないの。冷戦と呼ばれる時代の幕開けである。え、これ飛ばせないの。あれ？ジャック。はいはいはい。そうだね、こっちだね。なんでだろう。なんで。ジャック。でもジャックはジャックなのかな。カメラいじってみよう。
うわ、マップあるし、やば。あ、これか。なるほど。え、どっちの方が好きかな。こっちの方が慣れてんだけど。しかもノーマル。これね。ちょっと、オッケー。ノーマルモードとか書いてあったよね。え、どうしよう、どうしよう、どうしよう。デフォルトが、こっちでしょ。見れるのとかおもろいけどね。なんでこんな危ない場所に着地したの？ここしかなかったか。これ、以降行ったらもう下になっちゃうか。画面暗いかも。やべえ、こんな暗いゲームなの？うっす。聞こえるか？そこはすでに。相変わらず飛ばせないの？これテキストは。もう一回見ようぜ。あれだ、ナノマシンじゃない？てかこれ普通にイヤホンしてる。普通になんか機械だ。全然ナノマシンじゃない。このインターフェースもなんか古いもんね。こちらスネーク、待たせたな。待たせたな。今回のミッションはスニーキングミッションだ。顔動かないんだね。まあ、そうだよね。それはだって1964年だもんね。動かないわな。どこどこどこ？あれか。あれだよね、多分。こんぐらいわかるぜ、タイさん。どうも、タイさん。めちゃくちゃ傷ついてる。ある？登ってみるか。本当にはしご感覚で登れちゃうのか。え？何これ、初めてすぎるんだけど。で何？ドーンってなんか飛びかかるみたいな。あれどこ？私のちょ、相変わらず張り付くね。相変わらず壁張り付くね。待って、あれ戻れない。ちょっと何これ、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 ちょ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 、はい、 PS2 だね。まだ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  PS2 ということを忘れてはいけない。あ、これ乗れない。あ、こっち行けないんかい。何もなかった。なんかあるように見えたんだけどな。いや、3D の空間苦手なんだよな。カメラやっぱ変えようかな。なんか固定カメラの方がさ、どこ見ればいいのかわかりやすくない？自分でカメラ動か、いや、でもどうしよう。せっかくカメラ動かせんだし、動かしてみたいもんだけどな。何スネーク、どこへ行く？え？武器も装備品もなしでは任務を進めることはできないぞ。はい。まずバックパックを回収するんだ。バックパックはその南にある木に引っかかっている。やっぱあれか。アクションボタンで木を登ってバックパックを回収するんだ。いいな。はい。スネーク、どこへ行く？あ、本当だ。え、あった。あ、本当だ。え、ここら辺だとさ、マジで昼間すぎてさ、見えないんだけど。昼間すぎて見えないよ、ちょっと。え、カメラさ、例えば変えてみるとするじゃん。いや、余計見えねえな。
え、でもメタルギアといったらやっぱこれだよね、カメラ。迷うなぁ。ちょ。はい。あ、これか。え、マジで見えなかったんだけど。やっぱこれでいこうかな、カメラ。ナイス。懸垂できないのこれ。なんか MGS2 さ、やんなかったんだけど、懸垂できるみたいな。後から知って。スネーク、バックパックを回収したようだな。武器を使用するには、まずバックパックから取り出して身につける必要がある。サバイバルビュアに入ってバックパックのウェポンを選ぶんだ。左上のウィンドウに持っている武器の一覧が表示される。その中から身につけたいものを選んで決定ボタンを押すんだ。めちゃくちゃめんどくさくない？何これ。装備品についてはアイテムで同じことをすればいい。わかった。サバイバルビュアのバックパックだな。そうだ。本ミッションの重きはサバイバルにある。作戦行動が長引けば君のスタミナも減っていくだろう。なるほど。スタミナが低下すれば正確な射撃ができなくなったり、傷の治りが悪くなるなど作戦行動に支障が出てくるはずだ。スタミナ切れには十分注意してくれ。めんどくさい。減ったスタミナを回復するにはジャングルに生息する動植物をキャプチャーして食べるといい。まず動植物は麻酔銃でもナイフでもキャプチャー可能だ。武器は麻酔銃マーク22ハッシュパピーのみか。ハッシュパピー。そうだ。専用のサプレッサーが装着してある。ただしサプレッサーは発砲するごとに劣化する。耐久度がゼロになると消音効果がなくなるぞ。乱用は避けるんだ。めんどくさ。サプレッサーの耐久度はアイコンに表示されている。今装備している武器装備以外は現地調達だ。装備も武器も現地調達とは、こんな無茶がよく通ったものだ。単独での隠密行動がフォックスの基本戦略だ。決して痕跡を残してはならない。持ち込んだ武器、装備、足跡、汗、排泄物に至るまで、弾丸も薬莢もな。そこはすでに不正規戦火の敵地内だ。米兵は存在してはならない。国際問題になる。誰にも見られてはいけない。君の存在を敵に悟られてはいけない。それがステルス任務だ。スネーク、そこでの君は文字通りゴーストなんだ。ゴースト。捕まっても救助はない。当局も米政府も一切の関与を否定する。自分で始末をつける。そういうことになる。そのために貸し役を持たせた。 SIS などでは今回のようなカバードオペレーションでは青酸カリのカプセルを持たせる。いつでも飲めるように体にテーピングしておくんだ。優しさに感謝する。敵の捕虜になった時に使うんだ。しばらくの間仮死状態になる。敵の目を欺けるということだな。で、生き返るには蘇生薬を飲めばいい。作戦前に奥歯に仕込まれたあれか。そうだ。だが気をつけろ。長く仮死状態でいすぎるとこちらの世界へは二度と帰ってこられなくなる。覚えておけよ。わかった。単独潜入と言ったな。ああ。ということは支援は期待できない。そうだ。現場任務は全て君一人にかかっている。まさにワンマンアーミーか。寂しがるな。無線機で君をバックアップするサポートチームはいる。誰が？紹介しよう。今回の任務はサバイバルが重要なキーになる。君の体調管理、いわばメディックと記録を担当するスタッフだ。彼女もフォックスの一員だ。そして彼女もこのガンシップに同乗している。彼女？こんにちは。私はパラメディック。よろしくね。パラメディック。パラシュートで駆けつけるメディックの意味よ。女性からは本名を聞きたいものだが。それはお互い様でしょ、スネークさん。俺の名前ならジョン・ドーだ。それでジャックなの？まるでネモ船長ね。俺の名前はどうでもいい。ジョン・ドー。戦場では意味がない。君の名前は？名前急に言ったの。ジェーン・ドー。ふざけないでくれ。ふざけてないわ。生きて帰れたら教えてあげる。私の周波数は145.73 よ。73。また彼女には任務の記録も担当してもらう。セーブしたいときはセーブ用の専用回線 140.96 に先導してくれ。ミッションの記録、セーブだな。そう。それとあなたの健康状態の記録も。にしても長えな。今までで最大級に長えんじゃないの。それからもう一人紹介したい人がいる。もう一人誰？スネーク。蛇といえばザボスを知っているな。
お前の師匠であり伝説のソルジャー。実は長官から本ミッションの実行許可を取り付けてくれたのがザ・ボス。あ、ビッグボスじゃなくて。彼女がフォックスのミッションアドバイザーを務めてくれる。ザ・ボスが？ミッションの立案にもザ・ボスが協力してくれた。彼女と私は SAS で同期だったんだ。ジャック、聞こえる？何年ぶりかしら。誰これ？ボス？ザ・ボス？そう、私よ。返事をして、声を聞かせてくれる？ああ、5年と72日18時間ぶりだ。少し痩せたようね。見えんの？声だけでわかるのか？わかるわ、あなたのことだから。そうか、俺にはあんたのことがわからない。何が言いたいの？どうして突然俺の前から消えたんだ？長極秘ミッションだ。過去最大級に長いな。あなたはもう一人前だったわ。いや、まだバック拾ったけど。まだ教えてもらいたいことがあった。いいえ、戦闘の技術は全て教えた。もう40分やってんだけど。何もかもあなたに教えた。あとはあなたが自ら学ぶこと。確かに技術は、しかし兵士としての精神は。兵士としての精神？それは教えられない。これ何こいつ。おい、こいつ輪を乱してるって。この中で他人から教わることができるのは技術だ。誰誰で説教おばさん。むしろ技術はどうでもいいの。大切なのは心よ。心と体は対をなす同じもの。精神を教えることはできない。自分で習得するしかないわ。いい兵士はいつも同じ側とは限らない。兵士同士が個人的な感情を持つのはご法度よ。はい。戦闘相手は政治によって決まる。はい。政治は生き物。常に時代は移り変わる。昨日の正義は今日の悪かもしれない。はい。それが俺を捨てた理由？違うわ。あなたには関係ない。言ったでしょ、ジャック。極秘ミッションだったの。軍人はどんな命令でも従わなければならない。理由や精査は必要ない。だけどあなたは戦う理由を求める。あなたは優れた兵士だけれど、軍人になりきれないところがあるのよ。軍人は政治の道具に過ぎない。ましてや職業軍人なら、任務に正義を持ち込むことはない。敵も味方もない。ただ任務でしかない。どんな命令にも従う。それが軍人よ。ソリッドスネークの方が。俺は成果を上げるために持てる力を使う。何でも言われれば。政治的なものは意識しない。それは違うわ。いずれ悩む時が来るはず。悩む時。軍人として生きるか、兵士として生きるか。東洋では忠を尽くすという言葉がある。意味わかる？主君への愛国心。国への献身。俺も大統領や軍のトップに従う。そのために死ねる覚悟だ。大統領も軍のトップも不変ではない。任期が終われば変わる。上が変わっても俺はトップの意向に従う。任務は人が下しているものじゃない。ないこれ。では誰が？時代よ。時の流れは人の価値観を変える。国の指導者も変わる。これマジでもう中盤の会話じゃん。だから絶対的なんてものはない。ゲーム中盤の会話なんだけど。私たちは時代の中で絶えず変化する相対的と戦っているの。衆を尽くしている限り私たちに信じていいものはない。たとえそれが愛した相手でも。それが軍人としての精神。ただ一つ絶対に信じられるのはこのおばさん投げな。任務だけよ、ジャック。さあ、ボスはすごい軍人なんだけどさ、すごい軍人なんだけど。だから言わせてくれ。話がないんだよな。俺はあの人、スネークなんだよ。スネーク。そう、スネークだったわね。ふさわしいコードネーム。そうだ、第二次大戦中ザ・ボスが編成した伝説の部隊もヘビだった。コブラ部隊。コブラ部隊。大戦を終結させ世界を救ったヒーロー。世界を救ったヒーロー。伝説のヒーローがサポートしてくれれば大丈夫だ。スネーク。そうだろ。わかったボス。あんた以上に心強い人はいない。それと、え？また声が聞けて嬉しい。そうね。お互いいつ死んでもおかしくない身だもの。スネーク、
あなたは市街戦や建造物への潜入ミッションは得意だったわね。でも今回はジャングル、サバイバルが重要になるわ。うん、私が教えた CQC も役に立つはず。初めてすぎるな、ジャングル。CQC、クロースクォーターズコンバットか。殴り合い？この数年はグリーンベレーにいた。かなり鈍ってるかもしれない。大丈夫よ。私が思い出させてあげる。サバイバル下での実戦任務は初めてでしょ。無線機でサポートするわ。ボスはどこに？少佐のそばか。ザ・ボスは北極海のパーミット級源泉から無線で参加している。私の周波数は 141.80 よ。戦闘技術についてアドバイスしてほしければ連絡して。そんな遠くにのボス、なんで？君の任務はソコロフ設計局局長の奪還だ。ソコロフ博士は君が今いる場所から北に行ったところにある廃工場に監禁されている。なんでそんな雑な。極力戦闘を避け見つからずに行動するんだ。ステルス任務であることを忘れるな。重要人物じゃないの？キーパーソンでしょ、ソ連的にも。スネーク、まず CQC の基本を思い出して。何してんの？入り込んでるね。今からバーチャスミッションを開始する。バーチャスミッションを開始する。やっぱこれできるよね。マイクだ、指向性マイク。これで動物とか捕まえろってことなのか。麻酔銃。まるでウィンドウ開いて、まるでサプレッサーの脱着。サプレッサーはでも現地調達でいいのかな、多分。右上のこのパーセントなんだろう。あれか、どんぐらい紛れてるかってこと？このスーツが。沼沢部。なんて読むんだっけこれ。知らない。こうするともうめちゃくちゃ見えないんだ。うわ、難しそう。なんか、むずそうゲーム。大丈夫かな。これは何？蝶か。てかさ、あれか、レーションとかないわけか。めっちゃ草がさ、そういう。なんか今落ちてなかったこれ。なんか揺れてる草。お？カエルだ。おう。やばい、なにこれ。生物保護って。いや、殺しましたけど。ね、ちょっと待って、なにこれ、なにこれ。もうリバイバルはわかるけど、蘇生薬はわかるでしょ。これが菓子薬か。タバコ、シガーだし、今はまきだ。双眼鏡。アクティブソナー。成分違うぜ。L3 で、バッテリーを消費する。0分の1なんだよ。胴体探知。いるぞ、これ。あ、逃げられた。で、カエルどこ行った？カエルこっち？カモフラージュ。へえ、かっこよ。なんかプラスなんちゃらみたいなのあるな。これ今の、これがいいのか今。
一番いいな。ネイキッド上乱なる、だって本当だ。リーフが一番強いのか。じゃリーフでいいじゃん。フェイスもウッドランドが一番いいな。フードあったね。フードアマガエル食べんのこれ。カロリーメイトある何これ妙に大きなアマガエル。できんのかな。え？ワニじゃん。あれどうやって結ぶ？三角で結ぶ。いいのか。丸じゃなかった前回。おっそ。1964年だから。前のさ銃はさ象も貫く銃だったけど、今回は撃っていい。どこだろう、どこ弱いんだろう。口の中打つ。右にもいいんだよな。なんかやばい、口の中打ちたい。あ、寝た。やべ、いっぱいいる。あ、足沈む。やばい。これ普通に打ってもさ当たる。普通に打ってまたんだ。で口の中打ったらさボーナスであれしてよ。うーす、沈む。やばい、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 危ねえ。あ、これなんかさ、あ、なんかダメ。あ、びっくりした。くそ、これダメか。ゆっくり近づいて。あ、やばい。こっち。ダメだ、これカメラアングル微妙いな。もっとなんかいいカメラアングルあれかと思って、してくれるのかと思ったけど。やべ、みんなおった。でもあんまあれなんだ。別に暴れたりはしないんだ。なんかもっと物ないのこれ。あっちが物だよ。これどうやって使うんだろう。何これ。アホくさ。アホくせ。あ、変だ。消えた。あ、え、霊障になったんだけど。やべ、ちょっと待って。やった。同じ？ヘビはうまいぞ。カエルもうまいか。あれ、登れるキーあったかな、今んとこ。ほんとか大丈夫。これしゃがんでさ、なんか歩けないの？匍匐じゃない状態で。これなんだ、このモード。映画モード入るんだけど。変わってる、ちゃんと。うん、あれち少佐、敵兵を2名発見。おそらくソコロフを見張っている KGB の兵士だ。ガチの装備だな。
AK-47 にグレネードか。用心だね、さすが。あの、助けに行こうとしてる人。なんでこの廃工場なんでしょうか。君はすでにソ連領土に不法侵入しているんだ。CIA やアメリカ政府の関与をクレムリンに悟られてはならない。敵との接触は禁じる。戦闘も避けろ。隠密行動だ。いいな。いや、できたらいいけどね。少佐の言う通り、本作戦はジャングルでの隠密潜入が基本になる。作戦の成否はカムフラージュにかかってくるわ。まずサバイバルビュアーのカムフラージュを使って迷彩を選びなさい。ユニフォームで野戦服、フェイスでフェイスペイントが変えられる。その場所に溶け込むような迷彩を選べば高い偽装効果が得られるわ。森の中では動くものが目立つということも忘れないで。迂闊に立って走ればすぐに気配を察知されてしまうわ。その場で匍匐していれば見つからずにやり過ごすこともできる。どれだけ偽装ができているかはカムフラージュ率を見ればわかるわ。カムフラージュ率は周囲に対するあなたの偽装度を表している。値が高ければ発見されにくいし、低ければ見つかりやすいということ。重要なのは自然と一つになることよ。カムフラージュを常に意識して進みなさい。はい、いいわね。今までなんか変なスーツ着てただけだもんな。どういったってか、あの奥か。え、ソリトンレーダーがねえんだけど。え、これ見えてんのかな。え、これこっち来てる。やばくない？麻酔銃眠らせんのもやばいんだよね、多分。やばい、匍匐しかないの、やばすぎる。やばい、なにこれ、なにこれ、あ、視点変わっちゃった、勝手に。お、ラッキー。バックジュース。虫ジュース。相当カムフラージュできるよ、これ。よし、あっち行ったしも行くか。やべ、これ、なにこの視点が、いかない。起きて起きて起きて、じゃ起きて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 。動物とかもやばいか。ちょっと、でこの視点何これ。え、ちょっと視点クソすぎんだけど、何も見えねえよ。もうなんでだよ。マジかよ。強制的に？何も見えない。周りの状況全く確認できないんだけど。ガチじゃん。だってそれだと。ゲームだからゲーム。ちょっと待って。え、やべ。ちょ、登って。カモフラージュ変えないとな。これ金を持ったと。あっち、オプションじゃなくて、やべ、これカモフラージュできない。あ、やっべえ。上いたらバレないかな。でも誰だ。え、なんで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 。応援予定だ。もう、意味わからん。ちゃんと上にいんの。落とせよ。ちょっと待って、こちらパトロール。ちょっと待って待って、多すぎ多すぎ、引き多すぎ。やばい、無理なんだけど。やばい、ちょっと待って、ダメ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 。起きて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 。
終わった終わったもう全部終わった全部台無し。ゲーム終了。はいもう作戦失敗。あー間違いない。もうくだらん。来たこれ。もうだって知らないもんだって、あのちょうど前進んだタイミングで左側から敵来てで木の上登ったらもうダメでみたいな、知らないもんそんな。もう無理、もう一回死の、もう無理。おかしいじゃんもうこれ。もうこうして。でもこれだって、でこれこのままなんか前ご利用するしかないじゃん。とりあえずバッタないし。何？スネーク、応答しろ、スネーク。少佐、スネーク、無事なのか？ああ大丈夫だ。大丈夫なわけないでしょ。ナイフゲージを見なさい。喜ぶじゃない。いや俺はまだ、うん、ほらスネーク、本作戦は単独潜入任務だ。これがどういうことかわかるか。もう無理だよ、だこんな囲まれてどうすんの。いや分かってない。この作戦に援軍はない。君が倒れたら代わりを務める者はいないんだ。ゲームオーバーさせて。今は退却して体勢を立て直してくれ。いいな。退却なんて。これで休息を取って。じっとしていればライフは回復する。そう。ただライフが回復する速さはスタミナゲージの量によるから、しっかり食べてスタミナを回復させてから休むの。なるほど。いいわね。いいわね。マイクラと同じだ。わかった。もう無理だよ、何この状況で。もこっち行っても敵いるし、ね、あ弾当たってんの。元気でスネーク、応答しろスネーク、スネーク。こっち側からなんかもうズルしてるんだけど、ねこんなん楽しくないよ。ズルじゃんだってこれ。全然ライフ回復しないし。ライフ回復遅っ、マジか。ねえもう飛ばした、もう最初の部分、一番最初のステルス飛ばしちゃったんだけど、もうすでに。いいのかな、やっぱステルス系のゲームってダメだわ。何も見えない。これ何の情報を得るのか。ちなみにカメラ下向けらんないから、これカメラ上下いけない。これマジで何も見えない。これこんな遊べんのこれ。立つな急に。あでも R1 押せばいけるのか。ファイト。いや無理、こいつら動かねえじゃん。これさ麻酔銃使っていいの。でもなんか本当になんかスニーキングめっちゃ強調されてなかったのか。R1 見えねえ顔が。
いける？もう知らないもん、これだって。あれもう、あ、やば、ちょちょちょ、立つの急に、立つの急に。ね、見えないから。むずすぎだろこのゲーム。これいけないでしょ、これ一気に。向こう側にも敵。え、これどうすんの。無理じゃん。やだもうこれ、もう戻りたい基地に。え、見えない、暗すぎて見えないし、ちょっと見えない見えない。何これ、ん？あれ？いじれないんだけど。ん？これどうやっていじんの？え、オレンジ色のラインより下のスケールがん？何の話？グレースケールって何？おい、単語使うな。そういう専門知識入れてくるのは分かんないわ。グレースケールって見えてんのこれ、グレースケール。え、てかいじれないんだけど、なんでこれ、これなんでいじれないんだろう。あれ、どのボタンを押してもダメだ。じゃあモニターを調整して、え、何も見えない、今何も見えないよ今。え、何も見えない、本当に。これでなんか見えるか、なん、うっすら見えるかも。ちょ、テレビ、なんでテレビなんだよ。なんでテレビの明るさかな。あー、もう出た。もういいわ。もう、うと。もう無理、やってられない。あれ、頭一発じゃない。敵がいるぞ。ねえ、だって見えないもん。どうした？ちょっと待って。違う。あ、これ何に当たった？どうした？どうした？どうした？ HQ！ ちょ待って、応援部隊やめて。あ、終わった終わった。これ応援部隊要請されてる？無理だろこれ。無理だったんだけど。というと、しかももうさ、あれが半分使われてんだけど、あの、あれが、ちょっとしゃがむな。どこ？レティクル、これ？ 3 人もいてるときに。
せえじゃねえけど。こいつ当たってる？投資率は無理だよね。こういう予定だったら。何か。マジで画面全く見えない。画面全く見えない。ダメだこれ。こんな時間にやるゲームじゃなかったか。これキノコあるよね、ここに。あったあったあった。起きて。もう操作が違いすぎる！もうムカつくな。なしは無理だろ。だってソリトンレーダーなし、全く新しいギミック。全く新しいギミックで、しかもなんか敵がどんぐらいのなんか超力とか視覚視力持ってるのか分かんないっていう。そんな無理じゃん。だって普通になんかもうちょっと歩いただけで、あーっつって、なんか木の上にとら、あーってなって、なんかもうパパ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 って無理やん、そんな。隠れる場所全然わけわかんないし、マップはないしね。少佐、ソコロフが監禁されていると思われる廃工場に到着。かなり朽ち果てている。でもメタルギアはこのストーリーとこのゲームの緩急だよな。ここからではソコロフは確認できないが。ゲームはクソなんだよ、正直なんか。クソみたいな部分多いんだけど、このストーリーいっぱい挟むことによって落ち着く時間を与える。工場の外に保証が立っている。内部にも何人かいるだろう。じゃあスニーキングミッションなのにさ、いいの？あの銃使って。目標、ソコロフは廃工場の奥北東部の部屋に監禁されているはずだ。北東部だな。簡単に入れそうだな。気をつけろ。ソコロフを生きたまま連れ帰るのが任務だ。なんで映る角度。彼の身を危険にさらすわけにはいかない。危険フェーズではソコロフに接触するな。了解、はい、それとスネーク、まだ他にも？いや、救出に成功したら彼に伝えてほしい。何を？遅れてすまないと。あ、はい、それだけか。あ、わかった。これより目標への接近を開始する。わざわざそんなことないっしょ。だって談合じゃん。うわー、難しくない？めっちゃ二人もいるんだけど、見張り一人倒してももう一人にバレるから。しかも麻酔銃が今回まだ一発で効かないっていう。やべ、さあ音鳴くんだ、バカ。あ、もうちょいしゃがめ。微妙に出とんね。あっちから人来てる。何か。90% が大丈夫。見間違いか。これ R1 でやってる時ってさ、体動いてんのかな。前行っちゃっていいんじゃない？起きて。前もがっついて切るんだけど。敵の数が分からん。むずすぎるよ。やばい。頭一発なんだ、相変わらず。やば。もう。無理。もうバレてる。もう。
もう無理だよ。いや無理だよ。だってレーダーなかったらさ、わかるわけないじゃん、どこに敵いんのか。え、違う、草むら入ろうとしてんの。もうムカつくな。レーダー込みやん。はっ、え、どこだからさ、レーダー込みじゃんこのゲーム。もうなんでこんな、え、無理無理無理、バレてっから普通に。え、どうすればいいの、マジで。ね、360度見えねえから普通に。あいつにバレてるの、なんでだろうな。めっちゃオートエイムされてるのに、なんでこれバレてるの。え、何やつ、アホすぎる。わかんないんだけど、何これ。いやもう来てる、無理。あ、もう終わった、もう無理だよ、もう立てよバカ、もう。あーもう無理だよこんな。だって何これ、何が面白いのこんなゲーム。ソリトンレーダー込みじゃん、メタルギアって。もう昔からずっとそうだったじゃん。いやもうこれバレてる、ないから、逃げる場所、逃げる場所ねえから。何これ、もう。え、どこ行けば、どこ、ね、どこまで戻るの。もうね、国帰る、これどうすんのこれ。何、え、ないけど、あそこどこもないけど、しかもさ、どこ行っても敵いるからさ、もう無理なんで。隠れられる場所があったとしても絶対一瞬でバレるから。おい、こいつ殺したいな。もう意味やったら、もうどこがスニーキングミッションなの、これの。全くスニーキングミッションで、これどこに隠れる場所は。何転んだねん、もう。撃ち落とされる。まだね、まだ起き上がれない、絶対いけんだろね。意味わからん、もう意味わからない。何この銃。ね、もう全然面白くない。ね、ちょっと遊び方知りたい、これマジで。全然楽しめないってないんだけど。何これ。え、なんでここでイベージョンなの。わかんねえ、おかしくない。絶対バレてるじゃん、いるの。なんかもうどんどん自分の苦手なタイプのステルスゲームになってんな。MGS1 とかさ、良かったのにな、なんかもう適当で。HQ、音を願う。でもなんかもう待たせ、なんか待たされるんだよな、こういうなんかゲーム。これより警戒態勢に入る。見失ってねえだろ、どう考えても。ちゃんと見ろよバカ。なんかそれでさ、それでなんかこういうのはこんなにバカなのにさ、ここまでバカなのにさ、なんかちょっと音立てた瞬間もうわーって気づくみたいな。え、なんなのその差は。常にバカであれよ、じゃあ。え、ノーマルモードだよねこれ。なんでさ、こんな難易度高いの。意味わかんないんだよ。え、手に入れた銃どこ行った。あれ、なんか今銃手に入れなかった。突発銃かどうかなんだ。あれ、どこ行った。え、ないな。
え、しかもアイテム数、これ何決まってんの持ってる数。面白くない。なんで登れないの。登れないんだけど。ソリトンレーダーないのは無理だって、無理だって。こん全然映像見れてないのにさ、もう画面が暗すぎて。え、これずっとこうなのかな。だったらもうやばいな。今だけでしょこれ。もうすぐソリトンレーダー手に入るのにご利用しようかな。あーもう、ちょ、あっ、頭が動かす。え、当たってないよこれ。 HQ、応答せよ。楽しくないよ、もうこんなの。無理だよ、だってエイムできないのにさ。なんなんこれ。これまだアラート無理だよ。めっちゃ撃たれて、めっちゃバレてるし。あーもう、無理なんだけど。え、本当に無理なんだけど。何これ。え、何これ、やばくないゲーム。え、ちょ、吸い付くな。何でアラートなの。敵の位置なんて分かるわけねえじゃん。じっくりじっくりじっくりいちいち観察しようってこと。何時間かかんのこのゲームクリアするの。もう全員寝ますよぜ。もうやってやんないか。はい、一人。明日以上起きてくんのかな。ロッカーに入れるとさ、バレないみたいな。聞いてみましょう。カモフラージュ使えるのだるすぎ。なんでこのモード入るの？え、どこに敵いるの？なんかすげえ足音するけど全く近くにいないんだけど。そこか！いたぞ！なんかステルスゲームって感じだ。ね、
レネードないの。ショックが確定してた。ゲームマップが内側がなんだろうか。内側が良さそうだな。ここ行くと隠れられる場所ないから、やっぱ草使って、こっち行くか。ステルスじゃねえよ、なんだっけ、あれ回復しなきゃ。キノコ大丈夫でしょ。まずすぎる、まずすぎる、だってマジで。これは、あ、うまい、あ、うまいんかい。なんでこんな音割れてんの。スネークイーター、面白い。これ何これ、え、これヘビか。びっくりした。これナイフ触れるのかな。あ、ナイフ触れる。よし、こちらパトロール。ナイフバレた。敵を見失った。これより警戒態勢に入る。面白いのないのこれ。あ、玉のあれか、玉の。ね、残しちゃダメって言われてたのに。ナイフ振る音でもバレちゃうな。あれか、どっちかというとこのガサガサ言ってんのか。水に待ってろ。早く追いつかねえ。ヘビだ、ヘビ。あ、ヘビじゃない、なんだこれ。ネズミ、うまい。これガサガサ言ってんのは別にバレないのか。で、どっから出よう。裏側から出ればいいかな。なんか明らかに明るいのか。ここか、もしかして。あ、リーチか。何これ、何の光だ。そうなるとめっちゃ人いる。まあ、こん中暗いでしょ、わかんないでしょ。弾残ってんのいいね。細かくていいよな、そういうとこ。メタルギアは メタルギアソリッド2さ、自分が最終やった時にはなんか全然いろいろ知らなかったんでさ、ちょっとだけ2周目やったんだよね、タンカー編の。それで本当になんかいろいろなんかすげえ細かい小ネタとかってさ、そういうのいいよな。多分今回もあるんだろうな。だって、だって、いや、だってやっぱさ、ここ、しゃがんで、しゃがんで、しゃがんでみた、しゃがんでみた。撃ち殺してぜ。得意で。お前だけやねん、お前ら。どうやって上行くの。あ、このはしごか。まさかのさ、
へん、もう。もう無理だよ、もう。どこまで行っても絶対消えるもん。敵がいないことが絶対ない。いやー、そこも？そこも？え、激ムズじゃない？このゲーム。なんかさ、こんなにさ、見つかるな見つかるな言われといてさ、見つかるとなんか何やったの普通に。次弾も残すなみたいな言われてさ、このざまだもんな。くだらないな。これ乗りたいできないの。この距離でもバレんのか、カサカサ。あんな耳を覆いかぶさっててさ、でもバレんの普通。顔を出てるのバレんだろうな。無理だよ、だってこんなに人いてさ、人一人から身隠すのでも大変なのに。なんでこんな大量の人間から身を隠さなきゃいけないのかしら。でこれも主観視点入っちゃうでしょ。ん、なんか今いた。でも誰もさ、ロボットみたいな動きしないでも。昔みんなロボットみたいな動きしたのに。やば、こっち来んなよ。来んな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 。スイダーっていいな。いないだろ、もう一人さすがにあの奥は。もう これドッグタグとかあんのかな、にしても。あ、すごいくれる。階段は登るものでしょ、スネークくん。え、なにこれ。よし、屋根はいないだろ、さに。お前黙れよ。やべ、飛ばしちゃった。まあ、何もまでだろ、ガラスがどんどん使うけど。何これ。まるで寝てるみたいな。隠れられると面白いな。あ、ロッカーある。え、これさ、降りれんの？降りた瞬間めっちゃ音立つよね。狙えて欲しいな。こいつを隠したい。どっかにするの。ちょっと起きて、起きて、ですぐにロッカーに隠したい。ロッカー落とせるか。でもこれ、あ、開かない。え、ロッカー開かないのこれ。いや、てかめっちゃカモフラージュ意味ないだろ、どうせバレるし動いたら。普通に
LF メッドってあんだ。あれまた表示されないアイテムだ。よし来た。いや、うまくいったら面白いんだけどね。でもうまくいかないんだよ、こういうゲームのあれは。一発じゃまずうまくいかないんだよ。してる。ソコロフだな。貴様、ボルギンの手先か。はい。あれは渡さんぞ。違う。俺は CIA のエージェントだ。CIA なんだ。あんたを鉄の河川の向こうへエスコートしに来た。CIA か。エスコートミッションか。あと。2年前あんたを亡命させたゼロ少佐の部下だ。ゼロ、彼から伝言がある。なんだ。遅れてすまないだそうだ。そうか。どういう意味なんだ。彼は約束を守る男だということさ。なんか怪しいおっちゃんやな。それより早くここから連れ出してくれ、奴らが来る前に。もう来てるよ、いっぱい奴ら。え、グルーのボルギン大佐だ。他にいんのか。西側ではサンダーボルトと呼ばれている。サンダーボルト。サンダーボルト、何者だ。何者だ。我が連邦の政権奪取を狙う軍の武闘派だよ。2年前のキューバ危機以来、フルシチョフは西側との平和共存路線を進めてきた。軍や地方有力者などの高派から弱腰と非難されつつも、フルシチョフは反対勢力を何とか抑え込んできた。だが農業政策の失敗で立場も危うくなってきた上、去年の11月の事件だ。ケネディ大統領の暗殺か。そうだ。ある意味での最大の協力者を失い、フルシチョフの足場は急速に崩れ始めている。そしてこれを機にブレジネフやコスイギンを担い、反フルシチョフ派を糾合して現政権を覆し、権力を手に入れようと画策する一派がある。その急先鋒がグルーの大佐フォルキンだ。奴はここと同じような秘密兵器設計局 OKB-81 に、通称グラーニン設計局を抱え後ろ盾にしている。だがそれには飽き足らず、奴は私がここで作らされていた秘密兵器を奪い、権力奪取の切り札にしようと企んでいるらしい。奴らがこの演習中に行動を起こすという情報が入ってきていたんだ。じゃあ外にいた兵士たちが。その通りだ。私を監視するためだけならあんな人数はいらん。奴らの任務はボルギン大佐が私を奪うのを阻止することだ。万一の場合は私を殺してでもということらしい。大佐は必ずやってくるはずだ。その前に私を連れ出してくれ。わかった。だるすぎる。ところで、なんだけど、あんた完璧なロシア語だな。そういえば、どこで覚えた。俺の師匠から。そうか。やはりアメリカは怖い国だ。気が変わったか。いや、ここに未練はない。行こう。無理なんだけど、無理なんだけど。めちゃくちゃ高難易度ミッション出されるじゃん、急に。まだ1時間ちょいのに。少佐、こちらスネーク。ソコロフを無事救出。怪我はない。大丈夫だ。よくやった、スネーク。
ソコロフを連れてリカバリーポイントまで急げ。リカバリーポイントで落ち合おう。わかった。見張りは？殺した。仕方がなかった。だが我々の痕跡は残していない。わかった。ザボスは？ザボスとの通信は先ほどから途絶えているんだ。何があった？電波状況が悪いだけだろう。とにかく脱出を急いでくれ。てか殺したの？わし誰も殺してなくない？誰か殺したっけ？てかなんでこのドアとかの前に見張りいなかったの？適当だな。これ頼む。もうやって、もう全部やってほしい。このムービースネークに。自分じゃやだ。よし。いや、ないか。てか、光栄ミッションなんて、今から。何してんの？あれ？何これ？なんで正面いないんだろう。あ、見られてる。あ、いる。やば。そうだよね、めっちゃいたもん、さっき。動くな。あれ、終わった。助かる。やっと会えましたね。始末してくれるっぽい。え？え？伝説のボス。え？貴様、スペツナズの山猫部隊。グルーの兵士がなぜここに？グルーの兵士来ちゃった。やば。グルーの兵士なんだ。兵士だ。昔からの仲なんだ。なんていうか、ネイキッドスネークだけど。こんな感じ。オセロットの大将。間違いないでほしい。俺はオセロット少佐だ。え、どういう感じ？元チームメイトってこと？こいつは。ソコロフは渡さん。さっさと立ち去れ。山猫は獲物を逃す。なんだと？撃たれる。リボルバーじゃない。でもこの。撃てよ誰か。あんま早くなかったよ今回。おじいちゃんオセロってのが早かったよ。オセロットめっちゃ出てくる。おおおお。あー、それできんだ。相変わらず、相変わらずっていうか。おお。え、なんでスネークは生かされてるの？すげーな、めっちゃちっちゃいのに。グルーのためとはいえ、同志を撃つのは気持ちがいいものではないな。ソコロフ、隠れてろ。ずっと変えちゃうよ、ソコロフ。ん？お前、ボスじゃない。どういうこと？その構え方。その銃は
ボスでなければ死んでもなんか変なお世話ってな。周りのやついたの？隊長は？かまわん、撃て。いつもなんで撃たないんだよ。ちょっと待って、なんで撃たないの？これなんでだろう。なんか理由があるよね、さすがに。バカ。初弾を手動で廃棄していたな。考え方はおかしくない。だが聞きかじっただけの行為を実践で試すもんじゃない。だからジャムなど起こすんだ。そもそもお前はオートマティックに向いていない。リコイルの衝撃を肘を曲げて吸収する癖がある。どちらかというとリボルバー向きだ。クソ、アメリカ人め。強い、こんな強かったの？めっちゃ証拠残してるし、これでいいの？だが早打ちは見事だった。いいセンスだ。いいセンス。こっからリボルバーオセロットに。すぎるな、スネーク。トム少佐、聞こえるか？聞こえる、スネーク。大丈夫か？ややこしくなってきた。こいつらもソコロフを狙っていた。例のグルー、ボルギン大佐の手下らしい。グルーの大佐？ソ連内部の勢力争いのようだ。ソコロフが言っていた。KGB とグルー、フルシチョフ派とボルギンの勢力。KGB に守られながらグルーに狙われている。スネーク、どうやらそこはキューバよりもホットらしいな。気に入らない。嫌な予感がする。私もだ。急げ。ソコロフが一人で逃げたが、すぐに追いつく。頼むぞ。やった。ソコロフ、救出ミッションではない。違う、擁護ミッションじゃない。ならいいや、何でも。何もしてないのにトロフィーもあった。ちゃんと区別されてるんだね。スネークが殴り倒したやつはピヨピヨで、この麻酔銃ってやつは寝てて、でオセロットが撃ち殺したやつは死んでて、なんかアイテムとかあったの？ここね。動物とか飼っていこうか。え、さあこれさ、何で開かないんだろう。開かないんじゃない？ドアが閉まった音。めっちゃ壁張り付くんだけど、やり残したことない。あー、ここにこういう太いのがあれか。細いのはスネークが興味ないと。
もうちょいドアの開き方でしょ。なんかカメラがすごいな。動物でも飼っていこうかな。いないか。カエルの音するけど、鳥の鳴き声する。木の上見たら鳥いるんじゃない。あ、いる。どれだ、何がいる。ヘビか。ヘビだ。なんで？うまい。体力は維持しようぜ。ネズミうまいかな。あ、ネズミ食ってねえな、そういえば。まーい。めっちゃ音割りしてんだよね、でも。まーい。うわ。あ、そうなんだ。飯食うか。かなりうまかった。これまずいんだよね。まずい。まずすぎる。まずすぎる。生け捕りなんだこれ。食っちゃおう。うん、うん、だってカエルも食っていいか。まだお腹壊すとかありそうだな、このゲームの形。え、これ捨てよう。調理とかないよね、別に。あれ？何？あ、ケージとあのキノコとかは違うのかもしれして。ちょ、食べちゃうか、これ。試しちゃうか。なかなかうまい。なかなかうまい。まずい。まずい。よし。ヘビ欲しいなぁ、もっと。めっちゃ暗くなった。さらに暗くなったよ。スネーク、いたー。よし。こういうのって何がなんか効率いいとか分かんないときは面白いんだよな。ではさ、ではね、マウストラップ。ふん、別れしようぜ。無理か。ダンサルか。うわ、あのさ、ロッカーの中ぶち込みたかったんや。何もいいっすか。何も出てこないや。この上とか、え？何あれ。こういうのを見ながら
こうしたりすると、スネーク気をつけろ。あ、違う。吊り橋、あれなんだろう、あれ行きてえな。何あれ、あんなカエルなんて今までいなかったのかな。あれか、銃か、銃で撃つのか。待って、カエル、こうしてか、こうして、何これ、この状態で。少佐、あれ、もっとマックスズーム、他の人とかにも電話してみる。アミメニシキヘビをキャプチャーしたのね。ああ、そういうの言ってるんだ。アミメニシキヘビは世界最長と言われるヘビよ。大きいものは10メートルにもなるっていうわ。毒こそ持っていないけど、とても危険なヘビだから注意して。あ、そうなんだ。すごく凶暴な性質で、鹿や豚みたいな大型の動物も丸飲みにしてしまうそうよ。本当にすごい。アミメ状の斑紋が特徴的なんだけど、その模様はとても効果の高いカムフラージュになっているの。噛みつかれてから気づくなんてことのないように、アミメニシキヘビがいそうなところでは周りに気を配るようにね。肉は食べたんでしょ。ああ、うまかった。トモグミ、まあな。何、何も言ってないわ。じゃあね。カエルには反応しないっぽいんだよ。もうそういうセーブしようぜ。スネーク、セーブ。てかさ、年齢的にもさ、あれだよな、大佐が出てきてもおかしくないよね。大佐の名前が出てこない。スネーク、今のところさ、怪獣王ゴジラって知ってる？いや、何の話だ。映画よ、見てない？ゴジラ、ああ。核実験の突然変異で巨大化した怪獣ゴジラが東京で暴れ回るの。核実験で巨大化なら、今頃マーシャル諸島は巨大生物の島だ。これはお話よ。最近服がきつく感じるのはそのせいだったんだな。スネーク、これは映画なの。ロスアラモスのレポートじゃないわ。分かってる。それでゴジラにはあらゆる兵器が効かず、人類は対抗手段を失ってしまうの。そこで芹沢博士が新兵器を開発するんだけど、ゴジラは街を破壊しながら東京に近づいてくる。元は日本映画なんだけど、アメリカで手が入れられたのね。見る機会があるならオリジナルの日本版もおすすめするわ。娯楽作ではあるけれど、核へのアンチテーゼも込められた真摯な作品なの。オリジナルはどこで見られる？日本に行くしかないわね。そうか、そりゃ残念だ。あと40年もすればアメリカでも見られるかもよ。どうして？2004年はゴジラ生誕50周年。そんな先までゴジラが制作されてると。もちろん人気の映画だから。君は映画に詳しいんだな。スネークは映画を見ない方？そうかもしれないな。じゃあこれから私がいろいろ教えてあげる。なるほど、こいつ映画マンか。辛い時こそ映画はあなたを救ってくれる。追い詰められた時、違う価値観や考え方に触れるのはいいことよ。ヒデオのそれが物語の魅力なの。なるほど、少なくともいい気分転換になるかもしれん。そう、それも大事よスネーク。楽しみにしててね。いいね。なんかセーブにもいろいろあったな。セーブ13回ぐらいするとなんか特別ボイスじゃなくて特別ななんか会話ができるんだ、 MGS2 の方で。こいつ打つか。あ、やべ、すまんな。だからもう他に手段がないのだよ。ヘッドショットギャンバンギャン。なにこれ、なにこれ、同じポーズしてる。
音、まあ、音立ててくれるからちょっと便利だね。こっからでもいけんのか。ケロケロ言わせてそのうちにみたいな。いや、ここにもなんか自分が知らない秘密がいっぱいあるんだろうな。ん？怒ってる？大丈夫？怒らせてないよね。懸垂とかできんのかな？懸垂してさ、つかみのスタミナ増やせるみたいな。やってたよね。SP ってなんだ？何手に入れてるのかよくわかんないな。元からアイテム数も多いし。できるの？相変わらずできるんだ。どうやってやるんだっけな。懸垂どうやるんだろう。できないかな。あ、これでカメラの視点変えれるの。あ、っていうか、あ、あへん。そうなんだ。でもカメラの視点あんま良くないかな。あ、ヘビだ。ヘビうまいからな。でも入るな普通に。食料の心配したくない。自由時間で取っちゃう。食べる。じゃあもういい加減ソコロフの行くか。ようやくまったりできる時間だったから楽しんじゃった。あ、ソコロフ大丈夫か。奴ら山猫部隊だ。スペツナズか。そうだ、グルーの中でもエリート中のエリート。そんな奴もこうしたの。奴らが追ってきている。もうおしまいだ。落ち着け。必ず俺が助ける。それに心強い助っ人もバックアップしてる。見ろ。え、まさかあれ。あれがあんたが作らされていた。そう、シャゴホッド。シャゴホッドか。 IRBM を射出する格闘最先進車だ。あんな地形からでも核ミサイルが撃てるのか。ああ、しかも友軍の支援なしでな。単独作戦行動が可能な核搭載戦車。こいつが、なるほど。そんなものが完成してるのか。いや、今はまだフェーズ1が終了しただけだ。フェーズ2をクリアしなければ完成とは言えん。フェーズ 2?あの兵器の本質だ。あれが完成し大佐の手に入ればこの冷戦は終わる。冷戦が終わる。そして始まるだろう本当の恐怖の時代が。世界大戦か。私は協力せざるを得なかったんだ。死にたくなかった。アメリカにいる妻と娘にもう一度会いたかった。早く私をアメリカに連れて行ってくれ。まだ間に合う。私がいなければあれは完成しない。わかった、急ごう。いいぞ。てか死ねばよくない。最悪撃ち殺して逃げよう。こいつは助かる。ムービーやりたくないもん。こんな丸見えの桟橋なんて。もう全部ルービーでよくね。
ないし。そんなゆっくり行く必要なくない？見えてるっしょ、向こう側。あれボスじゃないのこれ。ほら、ボス、ね、ボス、ボスロシアだよ、ね、ロシア語教えてくれたこと。そんな気してたんだ。よくやったジャック。なぜここに？ソコロフはいただく。早いなボスの裏切り。なんかそんな気はしてたけどね、最初から裏切りそうだな。はい、八。今回の敵か。スネッチの正面明らかに強キャラだ。え、待って、本当にバンプっぽくないのか。戦友たちよ、また共に戦える。この日が来るのを待っていました。親父とかまたあなたと共に戦える。え、こいつは、おかえり、ボス。これで5人揃ったのに。今度は地獄の底まで。もしかしてあれがなんだっけ、第二次世界大戦止めた舞台。インコちゃんいたらまた、まさかのインコが2作連続。彼は泣いている。やばい、誰誰誰誰、いっぱい出てきた。超能力者もいるな。え、何だよこいつの仲間じゃないの。クワバラクワバラ。キャラ怖。電気今度は。みんな喜んでいるようだ。やめやんだ。ボルギン大佐。これがボルギン大佐。ようこそ。我が国、我が部隊。普通に雷扱って。ボス、これは。私はソ連に亡命する。ソコロフは亡命の手土産だ。無反動核弾頭。私への手土産はこいつ。嘘だ。その男はそいつも弟子の一人。連れて行くのか。いや、こいつはまだ幼い。我らコブラ部隊には純粋すぎる。コブラ部隊だ。そうそう、まだ戦場で特別な感情を抱いてはいない。どういうことなんだ。撃てるのか。取られた。そいつは私の顔を見た。生かしてはおけない。
やばこいつ、なんで普通に電気扱ってんの。ソコロフのことがフレッシュフにバレると厄介だ。殺すしかない。待て、私の教え子だ。私がやる。人間殺しみたいなのがライフルの弾だよ。ジャック、あなたは連れて行けない。そんなスネークは飛び降りるし。でもソコロフの設計局を襲いに行くわよ。シャゴホットはいただきだ。この男の顔気持ち悪すぎる。普通に鳥肌立ったんだけど。これされて行け。私はとどまるしかない。舞台が敵ですか。とんでもないですね。まあもちろんしてやりゆでめちゃくちゃ折れてんじゃん。ちょっと痛いよね。スネーク、聞こえるか。ああ、なんとか。スネーク、よく聞け。応急手当てが必要だ。動けるか。うわ、応急手当てをするんだ。頑張れ。よし、いいぞ。治療を始める。パラメディック。スネーク、いい。落ち着いて処置するのよ。治療編。しっかりしなさい。もっとひどい兵士を見たことがある。できる。少佐、ザ・ボスが、ザ・ボスが亡命した。そのことは後だ。君の治療が先だ。さあ、しっかりして。まず、スタートボタンでサバイバルビュアーを開くの。そこでキュアーを選べば治療が行えるわ。治療は装備品ウィンドウボタンを使う薬物治療と武器ウィンドウボタンを使う外科治療に分かれるの。あなたが負っている重傷は左肘と脇腹の骨折に左上腕、右肘、右上腕及び腹部の切創よ。わかんねえ。外科治療で処置を行って、まず治療カーソルを左スティックで患部に合わせるの。患部を選択したら武器ウィンドウボタンを押しながら左スティックで治療アイテムを選んで決定ボタンを押すのよ。それでそのアイテムを使った治療が行えるわ。骨折に必要な処置は固定具を使った患部の固定と包帯の2つ。切創に対する処置は消毒薬による傷口の消毒、縫合セットによる縫合、止血剤を使った止血、包帯の4つよ。必要な処置をすべて行えばその重傷は完治するわ。わかった。しっかりしなさい。さあ、サバイバルビュアーに入って重傷を治療するのよ。
なるほど。出血してる。報読。一旦でも上脱いだ方がいいんじゃないこれ。ねえか。じゃあ消毒ですな、まず。これですか。消毒薬。出血を止めなきゃいけない。圧迫止血、これでいいのかな。止血剤か。で、包帯だ。深い切り傷。こうやった方がいいの順番めちゃくちゃだったけどいいのかな。左上なんで HP は赤くなってなる。深い切り傷をまず塗って、あれ？出血してるから、あれ？消毒するでしょ、まず。よし。消毒して、止血して、包帯巻いて、骨が折れてるから、固定がポンってやって、で、包帯巻いて、こんな感じでいいの。めちゃくちゃ最強じゃん、こいつ。それは伝説の英雄とか言われるわ。出血止めて、こうして、包帯巻く。これやっぱ縫わなきゃダメなんだ。骨が折れてるので、固定して、包帯巻く。これでいいの？マジで最強すぎる、こいつ。ちゃんとね、そうじゃないと意味わかんない。おられたっていうか外されてたんか。逆向きにやられてたんか。こんな感じで、ね、なるほどね。やば、これもう無理だな。もう無理でしょ。まだ行くの？バンドの前髪が邪魔だな。あ、違う。あれ、あれ、スネーク、よくやったわ。今から迎えに行く。そこでじっとしてろ。回収気球を投下する。設置できるか？回収されるのか。とりあえず64年らしい。バレることなかったりするのか。今だったら絶対速攻バレるよ、ね、この辺の。シャゴホット。じゃあこれシャゴホットかな。戦車核発射機だね。感じ。ボス悪いやつじゃない路線。
気持ち悪いこいつは。これでいい。大成功。さすがはザボスとコブラ部隊。シャゴホッドもソコロフももらった。誰この人。ちょこの女はどうします。何者だ。ソコロフの女らしいです。ソコロフみたいなおじいちゃんの。眉毛な。いい女だ。私がいただく。変な気を起こす。して大丈夫。キスオブデス。ケージに利用できそうだ。妥協もいい。基地に連れて行きますか。そうだな。ソコロフの設計局も様子見だ。早速この手土産を使わせてもらおう。ダメさ。敵対しているとはどうしてです。私が撃つのではない。お前だ。これは亡命したアメリカ人、あの女が撃つ。どうし、核を使うんですか。アメリカ人なんでしょう。アラームを忘れるな。大佐。危なくない。ここナイスエイム。こんな揺れてるヘリコプター危ないって。怖え。超危ないじゃん。バカすぎる大佐。やばい。やばいこれ。これめっちゃ角当たってるじゃん。おい大丈夫かよ。黒い雨。おいこれ見たらダメみたいな聞いたことあるぞ。これ見た、これ見て、これ見えてるやつはもう終わりみたいな。スネーク終わった。セーブで、はい。やっぱこのゲームとこのストーリーのあれがいいよな、この塩梅が。おい、30分ぐらいムービー見てたって。え、さっきセーブしたもんなって。10、あの、ケロケロ打つ前に。これがオープニングですか。マン・オン・ザ・ムーン。え、これ聞いたことある。すごいな、ビールが。知ってるよ、分かってるよ、ヒデオ・コジマが。プロデューサーのスネークだ。このスネークだった。進化は良いしね。新しい人がメカデザイン変わって。結構あれなんだね。いるんだ。3人で描いてる。
スネーキーラーだって。いいね。ヘッドオープン。一番映画っぽいオープニングだったね。で、オープニングって初めてだな。こんな本気の。一週間後。現在北極海上空、高度3万フィート、ソ連領空に接近中。まもなくドローン射出ポイントに到達します。ドローン油圧電圧ともに正常。ペイロードへの酸素供給は正常。ペイロード用防寒装置への電力供給異常なし。ガストなし。現在ドローン切り離し問題なし。いいか、今回はヘイロー効果は無理だ。前回の作戦以来空域の警戒が厳重になった。マーチャスミッションの時のように上空へは近づけない。うわ、やって最新鋭の兵器を使う。お、1週間で。スネーク、これはアラン・シェパード並みの栄誉だぞ。これが最後のチャンスだ。愛国心を示せ。失敗すればまた病院のベッドの上で銃殺されるのを待つことになる。すげえ。どうだ、あれ最新の ICU に入院した感想は。背広の連中に面会時間を教えてやってくれ。昼も夜も質問攻めでは治る傷も治らん。軍上層部の事情聴取だな。尋問だ。奴らによれば俺はザ・ボスの亡命を助けた売国奴らしい。連中には処分する対象が必要なんだ。あんたもその対象に。うん、お互いヒーローにはなり損ねたということだ。俺たちのフォックスも死ぬのか。いや、フォックスはまだ駆られない。今日来たのはそう、我々フォックスの汚名を返上するためだ。なんだって？状況が変わったんだ。まだ我々が生き残るチャンスはある。何のチャンスが？落ち着け。葉巻でもどうだ？ハバナだ。今朝 CIA 長官から呼び出しを受けた。俺たちの処刑時期が決まったか。違う。いいか、よく聞くんだ。昨日ホワイトハウスにある人物から連絡が入った。ジョンソン大統領閣下？え、ええ、聞こえています。ジョンソン、フルシチョフ第一書記。フルシチョフからジョンソン大統領へのホットライン。ジョンソン大統領だ。ソ連の最高権力者から。そうだ。数日前に我が国の主力設計局 OKB754 が核兵器で消滅しました。ほぼ同時刻、我が軍の防空レーダーが帰国の軍用機らしい機影を確認しています。覚えはありますかな？そちらへの報復体制を整え、我が軍には現在第二戦備体制が発令されています。そちらの返答次第では直ちに第一戦備体制へ移行、ハルマゲドンの口火を切る命令を下さなければなりません。
カルマゲドンってそういう意味なんだ。私はあなたの前任者と共にあのキューバ危機を乗り切った。しかし私の権限も以前ほど強大ではなくなってきています。この危機を乗り越えるにはあなたの真摯な態度が必要です。こちらから連絡すべきでした。一週間前、これってソリですよね。兵士がそちらへ亡命したのはご存知ですか？いや、ご存知ない。手引きしたのはグルーの大佐、エブゲニー・ボリソビッチ・ボルギン。ボルギン？ブレジネフ派の？続けてください。その兵士とは。第二次大戦下、連合国中の優秀な兵士を集め、組織、我々に勝利をもたらした伝説の軍人、ザ・ボス。あなたの国では、ボエボーダとも言われています。なんと、あのボス、特殊部隊の母が。特殊部隊、ね、そうです。小型核砲弾を2発。あのザ・ボスが、小型核砲弾を。遺憾ながら、そちらへの亡命の手土産だったのでしょう。原子戦闘グループ投射システム、デイビー・クロケットは、2年前に完成していました。ただ射程精度などに問題が見つかり量産はしたものの実戦配備はしていません。だがソコロフ設計局が丸ごと消滅し汚染された。その件には哀悼の意を表します。でザ・ボスがボルギン大佐の手引きで開発中の核弾頭を2発手土産にして我が国へ亡命した。そして時を同じくして我が軍の極秘研究機関であるソコロフ設計局がその核で破壊されたというのですな。そうです。アメリカ政府は一切関与していないと。そうです。我々は一切関与していません。はい、スネークの話です。ではレーダーに映った軍用機の機影は明らかに領空侵犯ですぞ。あなたの命令ではないと。そうです。あくまでも一兵士の亡命、それを信用しろと。そう言うしかありません。軍部はあなたたちの偽装亡命だと。何度でも申し上げますが我が国は無関係です。私もそれを信じたい。しかしキューバ危機以来私の軍部への権限も弱まってきている。これがアメリカ政府によるものではないという証拠がいるのです。一週間猶予があります。あなたたちの手でそのザ・ボスを捕らえ残りの小型核砲弾を回収してください。どうか身の潔白を証明してください。潔白？そうです。痛みを伴う潔白です。今回の事件がそちらの偽装亡命ではないという証拠を見せていただきたい。ザ・ボスはボルギン大佐の近くにいるはずです。そちらの協力は。期待しないでほしい。政局が不安定なのです。しかもボルギン大佐は現政権転覆を狙うブレジネフ派。一週間です。一週間のうちに願わくばボルギン大佐の排除。それはどういう意味ですかな。いや意味などない。私とあなたのこの関係を保つ上でのささやかな密約です。潔白が証明されなければ私も軍部を抑えられない。私は解任され、彼らは報復に出るでしょう。我が国を核攻撃すると。今回の処理はあくまであなた方アメリカ独断で行ってください。処理ですか。失敗すれば再び世界大戦が始まります。つまり全面核戦争を回避するには例の核爆発にアメリカが関与していないことを証明しなければならない。アメリカの手でザ・ボスを抹殺することが潔白の証明になると。
そうだ。いいか、この任務はお前にしかできない。オイラ方はそう判断した。お前が彼女の最後の弟子だ。しくじればお互い葬られる。選択肢はない。ソ連側の協力は？君と我々の通信用に KGB が管理している通信衛星を一つ曲がりさせる約束を取り付けた。それだけか。それと内通者を用意するそうだ。内通者？1960年9月の亡命事件覚えてるか。 NSA の暗号解読員2人がソ連へ渡った。そうだ。彼らはその後こういう時のために KGB で訓練を積んでいたらしい。コードネームアダムとエヴァ。そのうちのアダムがボルギン大佐のもとへ潜入しているそうだ。脱出経路も彼が用意する手はずになっている。現地で打ち合ってくれ。コントロール、高度3万フィート、国籍不明の飛行物体を発見。早い。推定速力マッハ3以上。マッハ3。なおも南下中。間もなく見失う。出た。させられるな、そのポーズ。またジャングルかよ。あ、頭に巻いてる。こちらスネーク、聞こえるか？聞こえるぞ。まずは着地に成功したな。かなり流されたが。スネーク、君の任務をもう一度伝える。ソコロフの救出、シャゴホッドの開発状況の調査、破壊、そしてザボスの抹殺。多いな。ザボスの抹殺。本作戦はスネークイーター作戦と名付ける。ザボスを含めたコブラ部隊を相手にするからか。さらにグルーのボルギン大佐もな。俺は殺し屋じゃない。分かっている。しかしソ連政府の要請はそういうことだ。要請？要求じゃないのか。現政権を脅かす大佐一派を暗殺することが。米ソが核を使わずに済む。それが現政権を支持するということだ。 CIA の要請は？ソコロフの救出とシャゴホッドの破壊が最優先だ。分かった、トム少佐。待ってくれ。どうした？コードネームを変える。やはりトムでは縁起が悪い。どうして？なんで？実はな、私のコードネームの件だが、記憶違いだったんだ。あ、記憶違い？何が？去年流行った大脱走という映画を見たか？いや、また映画だ。ナチスドイツの捕虜収容所から脱走する実話を元にした映画だ。捕虜たちは逃げるために3つのトンネルを掘るんだ。だが途中で2つが発見されてしまう。捕虜たちは残る最後のトンネルを使って脱走に成功するんだ、うん、そのトンネルの名前はそれぞれディック、ハリー、トム。分かった。あんたは縁起を担いで脱走に使用されたトンネル名をコードネームに。ああ、そうだ。そのはずだった。はずだった？間違っていたんだ。実際はハリーが正解だった。何の話だこれは。トムは途中でナチスに発見された縁起の悪い方のトンネル名だったんだ。もう一度映画を見て確認した。
このためにわざわざフィルムを映画会社から取り寄せたんだ。それはそれは気持ちのいい話じゃないな。で、どうする？やはり今まで通りゼロでいい。ゼロでいいんかい。わかった、ゼロ少佐。一から仕切り直しということだな。いや、ゼロからのリトライだよ。私の周波数は 140.85 だ。知ってるよ。それからスネーク、パラメディックにも作戦に参加してもらっている。よろしく。彼女にとっても最後のチャンスか。失敗すれば医師免許は剥奪される。似たようなものだ。周波数はバーチャスミッションの時と同じ 145.73 だ。はい。任務の記録も同じく彼女に行ってもらう。周波数は 140.96。 こちらも前回と同じだ。それともう一人サポートをつける。武器装備最新テクノロジーの専門家、ミスターシギントだ。シギント、設計局に潜入して最新兵器を相手にするんだ。わからないときは彼に無線しろ。周波数は 148.41 だ。ほい。わかった、ミスターシギントだな。この先の廃工場で KGB の協力者アダムが待っている。先週ソコロフが捕らえられていた廃工場だな。あ、そこ。そうだ、まずはアダムと合流せよ。彼がソコロフ救出の手はずを整えてくれている。そのアダムの符号は？廃工場まで行けばわかる。ここはあの核爆発の汚染地域に隣接している。他に誰も近づかん。本当？合言葉は、え、愛国者はラリルレロ。ラリルレロ、了解だ。今回は装備に45を加えてある。出た、ラリルレロ。ただし銃声には気をつけろよ。武器装備は現地調達がフォックスのやり方じゃなかったのか？今回は事情が異なる。君がアメリカ政府の工作員として任務を全うしなくてはならない。や、君の痕跡がある程度必要なのだ。トイレ行きたいんだけど。少なくともフルシチョフ政権に対しては。さっきからずっと。しかし潜入任務であることに変わりはない。本当に長いな話。今回も君が失敗すれば、それは全面核戦争の始まりを意味する。くれぐれも慎重に。圧倒的長いこのゲームが。それではスネークイーター作戦を開始する。はい、ありがとう。これでようやく。マジで長い。今さ、40分ぐらい見てたんじゃないの。本当にやばっ。